あのさっきから時々あのカラカラコロコロいう音がこの楽器から鳴ってると思うんですけど、このトンコリっていう楽器は、あの普通のなんていうかな、ギターとかドラムみたいに楽器屋さんで売ってません。で、はい、あの販売目的に作る職人さんもいません。基本的にあの演奏する人が自分で作ります。もしくは作ったものを譲り受ける。で僕はあの作れないんで、あの知り合い の, あのアイヌの彫刻家の方が作ってくれたのを、譲り受けました。でこう完成したら最後にここにちっちゃい、ね、サウンドホールがあるんですけど、それはまあ本当はこうサウンドホールというよりは、あの完成したら丸いね、あの玉をこの穴から楽器に、あの魂、これあの僕の名前としてラマットっていう、こう丸いボールをこんな感じに入れる。でこのトンコリに魂が入って楽器が完成する。で、あのこれは人の形をかたどってるとも言われてまして、まあ、あの女性らしいです。で頭で、でこう肩があって、でここは体で、これがおへそで、でこれアザラシの毛皮なんですけど、これはあの大事なところ。で、で後ろここはお尻。あ、お尻があるんですね。あるんです、そう言われています。もう一回あのさっきちょっとウポポをもう一回やろうかなと思います。その前にちょっと注文をさせてください。